はい、最近ですね、YouTube の動画の配信を開始をして、約1年半、程度経った時点でですね、再生回数も、今10万回を超えているんですけれども、回数を減るにつれてですね、動画の配信数が増えるにつれて、いろんな影響がありますね。もちろん動画を見ていただいて、お悩みとかですね、ご相談をいただくケースも増えているんですけれども、それ以外に思わぬところでですね、動画を見ていただいていて、以前ご支援をしていただいた会社からですね、久しぶりにご用命をいただくとかですね、あるいはいろんな業界団体とかですね、会社の経営者の方から、私ども専門の社会保険年金コンサルティング以外に、YouTube の動画に関する質問もですね、たくさんいただくようになってきました。特に侍業ですね、私業の方、社労士さんももちろんですけども、税理士さんとか司法書士さんとかですね、いろいろ建築士さんとかですね、そういった専門私業の方とか、あるいはもう全然関係ない製造業とか小売業とかですね、不動産業さんとか、ご自分のご商売の、広告宣伝に YouTube が使えないかと考えていらっしゃるけれども、どこから手をつけていいのかわからないというような方がですね、たまたま見ていただいて、こんなことやってたんですねってのことで効果あるんでしょうかとか、私も本を買ってやってみようと思ってるんですというようなですね、ご相談いただくことが増えてきてます。で、それについて人を集めるから話をしてくださいというようなこともですね、増えてきました。皆さん関心はあるけれどもですね、第一歩が踏み出せないというケースが多いようですね。私自身もやろうと思ってから1ヶ月半ぐらいはですね、どうしても顔出しに、抵抗がありまして、なかなか開始ができませんでしたけどもね、いざ開始をしてみて、実際それを見てお問い合わせいただくとかですね、反応いただくことが増えてくると、もう全然抵抗はなくなりましたので、最初のそのハードルっていうかですね、それを超えれば必ず効果が出てくると思います。最近はそういう感想を持っています。